コーチ、テニス教室の久保田です。レッスン内容が行きます。8月の24日、おごりのオーサーのレッスンをやりました。フォアハンドをサクサクっとやって、あとバックハンドをメインに練習しました。フォアハンドはね、結構前回まとまっていたんですけども、バックスイング完了が遅れていたために、ラケット引け、ギリギリ引けてはいるんだけど、面下向きで寄せがちょっとあんまりないという、そんな感じだったんですよね。まあ、動画撮ったらすぐそこは分かっていただいて、で修正することはできたんですけども、ちょっとねあれはまずかったですよね。動き出しでいきなり遅れてたっていうのはね、動き出し早めにしといてでミスっていう方がまだいいですからね。まず動き出しは必ず早めがいいですよ。3割3割のスイングを覚えるときは特に早めに完了させて、でそれからの動きの確認っていうのがいいですからね。なんでああなったのかっていうのはね、ちょっと謎なんでね。まあ実際のコートでの練習っていうのはほとんどできなくて、で、壁打ちばっかしやってたようだったんですけども、ちょっとそこはもう壁打ちだったら最初の球出しして、ボール、そのボールが壁についた時にはもう引き始めて、落ちた時には引いてるぐらいのつもりでいつもやるように練習してる方がいいですから、まあ、実際はいやそこまで早くしなくてもいいんですけども、ね、動きがちょいちょい崩れてしまうという方は早め早めに練習するようにしてくださいね。で、フォアハンドのことでなんですけども、王さんはですね、まあ、いろいろ自分で考えてされてる方で、まあ、過去の動画を見ていただいたら分かると思うんですけどね、自分でいろいろ工夫しながら、練習される方で、で、今回ね、そのカラーバットを、切って、その切ったのを、ね、腕にはめて、で、前腕がね、どうしても回ってしまうということだったんで、それを腕にはめて、回らないようにして練習しましたと、っていうふうに言われててね。で、その練習したその腕にはめるやつをね、見せていただいたんですよ。そしたら確かにこう腕にパカッとはめるんだけども、前腕だけにはめてたんですよね。でも前腕だけにはめると、まあ前腕が動いたっていうのは分かるんだけど、前腕を止めることはできないですからね。だからもし前腕を止めたいんだったら、前腕と上腕の部分を固定するこの回線をね、この別々の回線にならないように固定するやつにしないといけなかったんですけども、上腕は何もしなくて前腕だけ固定するやつだったんで、あんまり効果がなかったんですよね。で、まあ、ちょっとそれ見せてもらって私もつけさせていただいたんです。でその動画があるんで今ちょっとこれ見てください。ここは引けないですね、やっぱり肘が曲がらないんで。あ、こうやっといてボールを落としてこれにはいい。確かにね、そこまでやると肘引けないですからね。前腕でやると痛いです、ね、そうなんです。いかがだったでしょうか。まあああいう風にね、自分で考えてああいう器具を作るというかね、結束バンドみたいなのでね、こう2箇所締めてね。で、私が使った感想はあれをだから前腕に作れば意味がなくて、前腕をちょっとこうね、はみ出て上の方まで、ずらして固定すると回しにくくなりました、前腕がね。だから肩の回線がやりやすいというか、ね、ただ、わざと、前腕でやろうとするとものすごく痛いんで、ちょっとそこがね気になりますよね。痛いというのはここから上の方までこうはまってるんですけども、このはまってるここが前腕を動かすとこう動いてしまうんで、擦れて痛いという。あれしばらくやってると血が出るんじゃないかなという感じの痛みだったんで、端っこが当たってね、痛かったんですけど、ただまあ分かりやすいには分かりやすいですね。痛くないようにすればいいんでね。ただバックスイングするときに、この引くときにここまでやってると肘が曲がんないんで、そこですよね。そこをどうするのかというか、ラケット引いといて落としてやる分にはいいと思います。こうやって自分なりにね、
あの練習方法というかね、そう練習うまくいくための方法を考えてね、工夫してやってみるっていうのはすごくいいことだと思います。それがあのちょっと間違ってたっていうかね、分かりにくかったんですけども、私がそういうのはちゃんと伝えてあげれるんでね、そういうのがあったらどんどんあの持ってきていただいてダメ出しとかちゃんとするんでね、もっとこういう風にした方がいいですよってことは言えるんだよね、うん、そうですね。だからちょっと工夫なんかできればいいですけどね。やっぱ大事なのはラケットここまでが、こっからのここが大事なんで、そこをなんかね省いてしまってバックスイング完了からだと、おそらくね完了からスタートした場合っていうのは王さんはできると思うんですよね。バックスイングからの下ろしがうまくいかないだけであって、引いた状態から落として打つっていうのは難なくできると思うんですよね、もうねすでに。なのでそこをちょっと、どう練習するかですよね、どう工夫するか。まあということで、フォアはまあそんなこといろいろあって、でまとまって終わったんですよね。あの綺麗に3割3割できるようになってました。でバックハンドなんですけども、バックハンドはですね、あの立てて寝かせて、でそれからスピン打つっていうのを、やってるのはすごくよく分かった。でも全然違ってた。でこれあのやろうとする方、おそらくですね同じように間違えてる方いると思うんで、ちょっと確認方法を今から伝えるので、そこをちょっとあのチェックしてみてください。まずですね、おごりの王さんは縦で引く、この縦で引いた時の腕のポジションを間違ってたんですよね。後ろまで引いた時っていうのは、上腕は外旋して、で胸を締めるようにしてほしかったんですけども、この時に内旋してて、で肘がちょっと曲がってて、ラケットをコート後方に引いてたんですよね。これ間違いですからね。正しいのはこっちですからね。これ結構後ろまで行きます。でも内旋させるとちょっとあの腕が引きが甘くなるというかね、あんまり引けなくなるんですよ。これとこれもいっぱいいっぱいですからね。内旋があの後ろコート後方に行った腕っていうのは これでもう限界ですからね。で肘が曲がって今コート後方にラケットを持ってってるんですよ。これめちゃくちゃ引いてる感じがするけど、そんなに引けてないんですよね。でこれ外旋させますよ。外旋させると、外旋させただけで後ろに腕が行くんですよ。逆にこう、この先の内旋させて引いたこの位置のこのままでラケットここに置いたままで外旋させようと思うとできないんですよね。もっとこっちに行ってくれないと、こうしないとできなくて、わかります？これとこれ、これ浅い深い、皆さんもやってみてくださいね。これね、深く引く浅く引くで回旋具合を変えてね、これとこれ、また、ちょっと肘を曲げる伸ばすでもいいですよ。曲げる伸ばすとかって思いながら、ちょっとあの肩のポジション、前腕のポジションを確かめていただきたいんですよね。でだいたい肘が曲がって一番深くいってる場合っていうのは間違いです。なぜなら外旋して肘曲げると、外旋しといて肘曲げるとこっちに来るんですよね。こっちに曲がりますからね。内旋して肘曲げるとコート後方寄りに来るんだけど、外旋して肘曲げるとこっちに来るんですよ。こっち、多分こうはやる人いないと思うんですよ。だから肘曲がって後ろに引いてる時っていうのは、だいたい肩のポジションが違いますから、これ間違いですからね。こっちなんだよね。これこれこうやってグリグリこうやってると分かってくるんですけどね、パッと引いた時にこれ正しい、間違い、正しい。で、この確認方法は、その、まず肘が伸びてるかどうか、肘を伸ばしてコート後方にやろうとしてるかどうかというのを、確認してください。これは、カメラを、左側、横から撮ると分かりやすいですよね。コート、左側から撮影すると、肘が曲がってるのか伸びてるのかというのは分かりやすいと思います。まあ、後ろから撮っても分からなくはないと思いますけどね。で、もう一つ、外旋してるかどうか、で外旋して深く引いてるかどうかの目安がですね、そちらコート後方だとすると、ターンしてこれあの結構深くいってますよね。股関節よりもちょっと後ろにグッといってます。でこの状態の時っていうのは
手と腰が離れます。だけど胸は締まってますからね。胸を締めて手が離れる、これね、外旋してるんでね。皆さんこれやってみてくださいね。ここからね、こうやるとちょっとこの腕と胴体に隙間が空くの分かります？外旋させるとちょっとこう角度ができるんですよね。元に戻すとこうです。これこの角度ちょっとずれてますよね。上腕からちょっとこうはみ出てるというか横に行ってますよね。この角度があるんですね、外旋するとね。で、このはみ、こっち側にはみ出てる状態でこう引くとちょっと外側に手先っていうのはずれていくんですよ。こっちに引こうと思っても外旋するとちょっとこっちに離れちゃうんですよ。これが正解。正しくはこういう感じですからね。ここからこっち行ったりグリップ変えて振ったり、ね、まあ、両手打ちも一緒ですからね。そこはね、そこは間違わないようにね、動画撮影してここのくぼみがちゃんと出てきてるかどうか、こっちになってないかとかね、こっちですからね。こうやればね、これで回旋具合が肩と前腕で入れ替わるのが分かります？同じ方に回してるわけじゃないですよね。入れ替わりますよね、上と下にね。そこは全然、正しいのと間違えて交互にやってみるっていうのはいいと思います。練習するのは怪我はそこではしないとは思うんでね。ただ引きが浅くなる方の間違った方というのは結構前腕が暴れるんで、打点が前じゃないと全然打てる気がしないというかね。前でやってたのにペロンとこうなんかこう反りくり返るような打ち割りになることが多いです。で、正しい方はそれがないんですよね。ということで、おごりの王さんですね、まあ、その辺を、ね、細かく、厳しく伝えて、で、まあ、動画撮影しながらやってもらって、で、まあ斜め後ろにこう手を引くような感じでいいですよっていうふうに言ったら、ようやく引きました。で、ここでなんですけども、これもね、確認の仕方ちょっと気をつけないといけないのは、真後ろだったとしても真後ろから取ってこうやりますよね。で、次ここから振り出す時っていうのは大体このままこういけるんだけど、体のターンが深くなった場合っていうのはこっち行きますからね。これがこうなるんだよね。こう引いといてグリップを変えてこっちに、これ今ターンがこう向きがこう変わりましたからね。ここからこれは OK ですからね。今のは OK。 こっち行ったわけじゃなくて向きが変わっていったんで、まあ、途中そういうのがあったんでね、今回大森王さんが確認した時に、いやまだ深く引いちゃってますねとかって言われてたんですけども、それはOK だったんです。だから手だけ見て、手の場所だけ見て深いとか浅いとかっていうんじゃなくて、体勢を見てその手がどこにあるか、どういうふうに引いてるかっていうのを、見ていかないといけない、二重に見ていかないといけないんでね、そこを間違わないようにしてくださいね。場合によってはやっぱりね、ここから、まあ、このままグリップ変えてこういける場合もあれば、ちょっと後ろから来る場合もやっぱあるんですよね。その時は基本的には腕だけじゃなくて体のターンが混ざってると思います。混ぜないとできないと思います。なぜなら外旋から内旋した場合というのはこっちに引けないんで、深くいってるという場合は腕じゃなくて向きが変わってることの方が多いんだよね。これちょっとまあ大事なところではあるんですけど、その辺に関してはですね、また今度、動画撮ろうとは思ってるんですよね。引いたように見えるけど引いてないよっていうね、引いてないよっていうのはどういうことかっていう、空間的には引いてるんだけど体勢的には引いてませんよっていう動きがやっぱりあるんだよね、そこにね。そこの話はまた後日、まあ緊急事態終わって、壁一のところは使えるようになった時にね、また、動画撮ろうかなとは思っております。まあ、そんな感じで今回またピシッとねまとめて、もう来た時とは全然違うという状態まで仕上げたので、あとはそれが馴染むように
間違わないでね練習できればいいですけどね、壁打ちでゆっくりでいいんで、あの動き出しっていうのはものすごい大事なんで、丁寧に扱っていただいてね、あの毎回動画撮影しながら、あの腕のポジション、ね、体勢のポジションとかいろいろチェックしながら練習していただければいいと思います。今回は以上です。